そう、お腹空いてきた。東京のテレビ局で今日から放送されている東電の CM は、電気と都市ガスのセット販売を宣伝する内容です。東電は原発事故の廃炉や賠償の費用が22兆円規模に膨らむ一方、おととしから始まった電力自由化でおよそ 14% にあたる319万人の顧客が流出しています。7年ぶりの CM 再開について東京電力エナジーパートナーは、売上目標の達成が福島の責任を全うすることにつながるとしています。東電のテレビ CM をめぐっては、新潟県で柏崎刈羽原発の安全性を主張する内容を放送し、避難者から抗議を受けた経緯があります。